あれなんだろう、あれなんかすっごい卑猥なものに見えるの私だけ。まあいいや、やっていこうか。スラマンマラムコヘイです。今回もなんか挨拶させてくんないですね。やっていきます。何やろっか。プリティマッチやり尽くした感じはあるんですけど、まだ何かやる要素があるんじゃないのかなって。もう広告うざいんですけど、始めますね、とりあえず。あ、なんだろう、カピバラリーゼントくんがお店始めたって。どれも格安に等しいね。これとかどう？なかなかいいんじゃないの？風情があって。あ！すごい、これが立つってこと？今の買っただけで。安かったよね、めちゃめちゃ。ん？あー、なるほど。七五三みたいなやつってことか。ここに立たせて、記念日で、なんか取るってことかな。あ、寝ちゃっても全然 OK だって。私がこの後拉致してどっかの国に売りさばきますって。なるほどね、物騒だね。どうしようか。あ、ハッピー、ウレピー、ヨロピクでみたいになってる二人揃って。かわいいね。どうしよう。これを着せるってことかな？ん？どういうことだろう？てか、私たちやっぱできてんのかな？あ、すごい。密閉空間に二人何も起こらないわけなくてって感じかな。でもいいね。笑顔見てるだけで幸せな気分になれる。なにこれ？あ、いつでもどこでも彼氏を出し入れできるってことか。罪な女になっちまったね、私も。いいね、チェックの柄が。かわいい。二人揃ってツーショットだね。ここサムネにします。何これ、エジソンの発明マークみたいな。あ、違うか、これ暗くなったり明るくなったりするのか。なるほどね。もういいわ、めんどくさいわ、もうやめます。ここ、どうやってやめられんの？ここから一生出られないみたいな感じ。嘘でしょ、領域展開されてんのかな。このコマンダーっていうのは何なの？お金が足りなければ体で払ってもらうって書いてあったね、今。うわ、ほんとだ、肝臓1個250円、安っ。やめます。大体分かってきた。さっきのクイってやつがイエスかノーかっていうと多分どっちかなんだろうね。果物がいつでもなるんだね。てかこんな巨根に、巨根じゃないね、巨根じゃないわ。巨根っていうのは、あの、ごめんなさい、なんでもない。こんな巨体に3つ実ってんのは相当すごいね。これがレモンか。レモンに見えないんだよね。どっちかっていうとマリモに見える。ん？あ、2時間59分後にできますよっていう規則正しい木なんだね、これは。そうだったといいんだけどね、他の植物とかもリアルな方で。なんか、いつ旬なんですかみたいな。いつこの後リンゴ食べられるんですかみたいな。2時間59分後ですよみたいな。そういう風に喋ってくれる気があったら、ドラえもんはいらないだろうね。なんでドラえもんが、ん？作れない。わあ！新しい人がいる！違うかな？昨日会った人？なんかいつも同じような顔してるんだよね。誰だろう、今回は。ニニちゃんかな？もう名前消さなくていいかな、今度から。いや、消すわ。目玉商品どれですか？これですか？うわあ、全部持ってかれた。ふざけんな、お前。何やってくれちゃってんだよ、貴様。こっち見ろ。どっち見てんだよ、おい。おい、お前。何してんで、魚釣ります。来た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 、やった。ヒラメでしょ。なんかちっちゃいメダカみたいな、もう。一匹残らず釣っていくよ。釣り大大会だからね、今日。よし、行け。簡単すぎね。メバルだね。なるほど。まだあるかな、魚。あ、ここ何？ここに、あ、網で一網打尽ってことか。なるほどね。これは絶滅しちゃうね、みんなが。あれ？あ、網はまだ変えてないから、ここで変えますと。いけ、一網打尽だ。絶滅しろ！川の魚！よし、すっげえ。思ったより取れなかったし。やったぜ。なるほどね。基本的に動物の森って魚がお金になるみたいな。お、新しい人物現る。オレンジ2つなんだ。それで買収できちゃうんだ。安いもんだね、うちのギルドも。何？えい、ボス、今回は大目玉商品ですね。オレンジが2つ手に入ったんだって。そんなん知らねえよ。なるほど、全然わからん。頼むから分かる言葉で喋ってくれ。あ、でもなんとなく分かった。向こうから流れ星が降ってきたんだけど、ちょっと行ってみましょうと。そうだね、なんか、めぼしい商品あるかもね。行ってみよう、ちょっと一緒に。ん？行くか行かないかって、やっぱやめるよ。行かない、そんなとこ。とぼけるんじゃないぜ。君の口は喋っているね。開いていなくても私の心に。テレパシーという形でね。皆さん、事態は思ったより深刻なようです。まさか、まさか、まさか。
ボスがそこまで来ているだって。今まで私ボス面してたんだけど、実はボスじゃないんだよね、幹部なんだよね。自由勝手や気ままにやってたせいでボスに怒られる。ギルドに。ギャングなんだよね、ギャングスターなんだよ私たち。やべえ、次回ボスに殺される。幹部シスデュエルスタンバイ、さよなら。